3. オペラント条件付け。パブロフやワトソンの条件付けの考え方でありました古典的条件付けとソーンダイクの効果の法則を中核とする試行錯誤理論との統合が図られるようになります。この2つの学習理論を統合したものがこちらオペラント条件付け、新行動主義と言われるものです。古典的条件付けは 対象者が刺激に対して受動的な存在で受け身的な反応を示すものを言いましたがオペラント条件付けは自ら行動し行動の結果によって報酬を受け新しい行動を獲得するという自発的な反応を指していますさてこちらもバース・好きなという人物によって実験がなされていますので次にその実験がどんなものであったかを見てみましょう スキナーボックス。これはネズミを使った実験です。ネズミが箱の中に入れられています。箱の中は自動販売機のような仕組みが作られていて、ネズミがレバーを押すと餌が出るようになっています。ネズミは初めはちょろちょろ動き回って餌を探すわけですが、たまたまレバーを押すことで餌が出ました。そして、レバーを押すと餌が出てくるということを学習し、餌が欲しい時にはレバーを押すようになりました。 報酬、餌を与えられることによって、バーを押すという行動を学習したのです。自発的に新しい行動を学習しようとしたことに注目したのが、オペラント条件付けの特徴です。これまで紹介した3つの学習理論で、重要な概念を3つ紹介します。1つ目は、シェーピングです。 目標とする特定の行動が取れるように正しい行動を強化し最終的に求めている行動を形成する方法です。訓練や行動形成がこれにあたります。二つ目は全強化と部分強化です。強化とはある行動をするように仕向けるしつけのことです。先の好きなあの実験のようにレバーを押すごとに必ず餌、報酬を出すことを全強化と言います。 これに対して必ずしも毎回餌を出すわけでなく、時に出したり出さなかったりすることを部分強化と言います。三つ目は教科詞です。教科詞とはそのしつけを有効にするためのものを指します。それにはプラスの教科詞とマイナスの教科詞があるわけですが、 プラスの教科書を考えるためには、水族館で芸を見せてくれるイルカやアザラシを思い浮かべると良いと思います。彼らはプラスの教科書、つまり餌によって新たな行動を獲得しています。何かの芸、行動をすれば餌をもらえるということを教え込むことで、自らその芸をしようとします。この場合の餌はプラスの教科書と呼ばれます。 マイナスの教科書についてはサーカスの「野獣の火くぐり」という演目を思い浮かべると良いでしょう動物は一般的に火を怖がるのにサーカスでは火の輪をくぐりますそれは火の輪をくぐらなければ鞭が待っているからですこの鞭、罰×をマイナスの教科書と呼びます 思考錯誤では思考数を重ねて効果のあったものが残るという考え方でした。洞察による学習理論では問題解決のために思考錯誤的に解決手段を探すのではなく、それまでの情報や知識を統合させて一気に解決の見通しを立てると考えます。ボルフガング・ケーラーはチンパンジーを使っていろいろな課題場面における解決行動を実験しました。 ではどんな実験をしたのか次に見てみましょうケイラーの洞察学習実験チンパンジーを檻の中に入れます左の写真を見てください檻の外の手の届かないところに好物のバナナを置きますチンパンジーはどのようにしてバナナを手に入れたのでしょうか檻の前には短い棒が置かれていましたがこの短い棒ではバナナに届きません 檻から少し離れて長い棒が置かれています。この棒は檻から手を伸ばしたのではなかなか届かない状況ですが、短い棒を用いれば引き寄せることができます。こんな状況の中でチンパンジーはまず短い棒を使ってバナナを引き寄せようとしました。しかし失敗してしまい、その後格子を壊すような乱暴な行動を示しました。その後檻の中を歩き回り周囲を見渡したりしているうちに急に短い棒をつかみ、 長い棒を引き寄せました。そして長い棒を使ってバナナを引き寄せたのです。また、右の写真にあるように高いところにあるバナナを取るために箱を積み重ねたりするような行動も見られました。彼らは自分の置かれている状況や利用できそうな道具などを踏まえて、こうすればこうなるのではと先を見通して新たな行動を起こし、その新たな行動で成功,成功することを学習したのです。 洞察学習の特徴は、解決行動がひらめいたことのように突然現れることと、一度学習したことが消えにくい点にあります。5. 観察学習。学ぶという言葉の語源が、真似るであることからも推測できるように、観察し模倣することは学習の基礎です。 学習者がモデルを間接することだけで新しい行動を学習できるというのがこの観察学習の理論です。この考えを提唱したアルバート・バンデューラは次のような実験をしています。バンデューラの攻撃行動の観察学習。観察学習、モデリングの実験として最も有名な実験はバンデューラが行った 幼児の攻撃行動の観察学習実験です。大人が人形に暴力を振るっているビデオを子供に見せます。それを見せた後、その子供を別の部屋に連れて行きます。その部屋には、先ほど大人が殴ったり叩いたりしていたのと同じ人形が置いてあります。この時、子供はどんな行動をしたでしょうか子供は先ほど見た大人の行為を真似し、人形を殴ったり叩いたりしたのです。 その子は決して乱暴な子ではありませんでした。それでも人形に暴力を振るったのです。この実験から人の行動を見るだけでもそれが学習になることが証明されました。現代社会はメディアがますます発達し、情報による観察学習が予想以上に行われています。メディアが我々に与える影響について今一度考えてみましょう。 少年犯罪の増加、凶悪化を危惧し、テレビや映画の暴力映像を青少年に見せてもよいかどうか、議論があります。この影響について、大きく2つの説があります。1つ目は、カタルシス効果説です。カタルシスとは、精神の浄化、抑圧心理の解放を指します。人を殴りたいというような衝動も、暴力映像を見ることによって解消できるので、 暴力映像を見せることとは害にならならいという説です2つ目の観察学習説こちらは観察によって学習が成立するのでなるべく見せない方が良いという説です。ヴァンデュラの観察学習でも明らかのように実際にアメリカでボクシングのタイトルマッチが行われた23日後は殺人 冒頭の件数が増加するという社会現象が起きています。他にも8から9歳の時に攻撃的な場面をよく見ているということで、10年後、18から19歳になった時にどのような影響が出ているかという追跡調査があります。それによると、幼少時に暴力場面をよく見たという人ほど攻撃性が高くなっていました。暴力場面を見せた直後に暴力を否定するような教育をすれば、 暴力に対しての否定感が作られるという報告もありますが、情報へのアクセスはどのような場所からも可能で、直後に指導することは現実的に難しいです。過度な暴力場面、なるべく見せない方が良いと考えられます。以上、5つの学習理論について見てきました。これで学習理論の学習を終わります。